はい、今日はね、玉ねぎとエビを使った麻婆豆腐を作っていこうと思います。あとこれなんだけど、まあ Amazon で買ったねクリップ式の雲台、まあこれをねぶら下げてちょっとテスト撮影してみたいと思います。あの NX510 のね、はい、まあ、分量はね豆腐1丁、次に玉ねぎ2つ、エビまあ1パック、あとあの大豆のお肉をまあ好きなだけ、今日は適当です。あとねチューブじゃない生姜をね切って入れて、まあ、味をちょっと染み込ませております。30分ぐらいも寝かしております。だっていつもの調味料なんだけど、醤油と本つゆと穀物酢をそれぞれ 30cc ずつ入れております。あと牛乳を 100cc、 その後にクミンと塩コショウを適量入れております。あとねだし、顆粒だしを 2g と、まあ、鷹の爪はね適量入れております。適当です、はい、あととろけるチーズをまあ食べたいだけ、あとニンニクスライスも使います。エビのいい香りが漂ってきております。はい、できました。はい、これはねクリップ式のね雲台を使ったんだけど、まあその使用感、まあ感想を述べてみようと思いますここねデジカメをねしっかりとねネジでつけてないと、まあここはねこうしっかりと固定されてもデジカメの方でねこううわーって感じでね緩んじゃって変な方向を向いて別のところを取ってしまいますね。それをちょっと注意しなきゃいけないかなって感じでした、うん、では早速いただいてみたいと思います。また台所でだけどねはい、あ、うまい。エビの味がやっぱり濃厚だ。うまいうまい、うん、で玉ねぎの甘みをねすごく出てますよ。あ、これすんごい美味しい、うん、あとチーズとさ牛乳のねコクがねまたいい感じですよあとちなみにこれね NX510 はマニュアルで撮影しております。なんかピントがやっぱりねブレちゃうんでね、うん、うん、あ、うまい。玉ねぎもうまい。北海道の玉ねぎです。じゃあもう一口だけいってみます。あ、うまいうまい、うん、鷹の爪もいい感じです。まあ私が作る麻婆豆腐はねだいたいほらだしとかさ分量が決まってるからさ具だけちょっとね変えてねいろいろアレンジして今作ってますよ。まあ皆さんも簡単なんでね油使わなくてもねまあラー油はちょっと垂らすけどさまあできますんでねお試しあれ。ではでは